今日名古屋市内で開かれた中部経済界との懇談会で、日銀の上田総裁は、スタートアップの支援拠点、ステーション AI の開設や、カーボンニュートラルの実現に向けて、脱炭素燃料として水素やアンモニアを実社会で活用するなど、この地方の取り組みに期待感を示しました。また記者会見で上田総裁は トランプ大統領が日本経済に与える影響について就任は来年1月なのでそこから具体的な政策が決まっていく私の立場で予想して申し上げるのは差し控えたいと述べるにとどまりました。